ゲイストリートは、イギリスのバースにある歴史的なストリート、クイーンスクエアからザ・サーカスを結ぶ。建築家のジョン・ウッドが1735年にデザインし、彼の息子ジョン・ウッドが完成させた。道に面した建物の多くが、第一級指定建築物に指定されている。建物は3階建てで、マンサード屋根を備えており、そのうちの多くはさらに、イオニア式の門柱を構えている。 窓のデザインの種類は乏しいが、そのため、一貫した景観の雰囲気が保たれている。現在、建物の多くは、オフィスとして使用されている。ナンバー2から17までの建物は、通りの西側に位置している。ピオッツプ夫人としても知られる、女性日記作家、ヘスター・スレールは1781年、地界と2階に4本のコリント敷付け柱を構えた、ナンバー8に居住していた。 また、ナンバーワン8から30までの建物は、通りの東側に位置しており、こちらが西側に先駆けて建築された。ゲイストリートとクイーンスクエアの間の角にあるナンバー41は、かつて、通りの完成者、ジョン・ウッド自身の住まいだった。ナンバー31から40までは、第2級指定建築物に指定されている。ナンバー40は、現在、ジェーン・オースティンセンターとなっている。 ただし、ジェーン・オースティンが実際に住んだのはナンバー25である。ありがとうございます。